こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。エネルギー管理士試験の受験生の皆様、今まで試験勉強お疲れ様でした。今回はエネルギー管理士試験で知っておくべきことと必須の知識などを紹介します。真面目に、エネルギー管理士試験で知っておくべき事項の一つ目としては、科目1で扱う省エネ法が令和5年4月に大幅に改正されている点です。改正点の例としては、エネルギーの定義の見直し等で、これにより、令和5年度以降の科目1、問題1の出題内容の一部が大きく変更となっています。なお、省エネ法の改正の詳しい内容については、別の動画で改正省エネ法を解説している YouTube チャンネルを紹介した動画をご参考ください。次に、2つ目の知っておくべき事項としては、試験の順番が科目の順番通りではない点です。これは、電気分野の時間割の通り、科目1から科目4を順番にやるのではなく、電気分野の場合、科目1、科目3、科目4、科目2の順番で実施します。なので、初めて受験をする方で、途中の科目から受験をする予定の方は、受験する科目の時間帯を誤る可能性があるので、ご注意ください。最後に、私のチャンネルでは、令和5年度の科目1から科目4の必須基礎及び電気分野の問題を一部を除き解説をしているので、まだ視聴をしていない方はぜひご参考ください。では次のスライドに移ります。では次に、試験前に知っておくべき重要な知識を3つ紹介します。はじめに1つ目は、特定事業者指定工場エネルギー管理者エネルギー会員の場合分けで、これは科目1で毎年扱います。まず、特定事業者とは、ある事業者が所有するすべての工場、事業場を合計した1年間のエネルギー使用量が原油換算で 1500kl を超えた事業者です。例として、画像のように化学工場事務所 AB を所有する事業者において、各エネルギー使用量が3万 kl、2000 kl、500 kl の場合、この事業者は合計で 1500kl を超えたエネルギーを使用しているため、特定事業者となります。そして特定事業者は、エネルギー管理統括者及びエネルギー管理企画推進者を選任する必要があります。このうち、エネルギー管理統括者は経営者クラスの人が選任され、業務として中長期的な計画の作成業務、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の改善及び監視、その他の統括管理があります。一方、エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理士免許を持つ人などが選任され、エネルギー管理統括所の補佐を行います。次に、特定事業者の各工場、事務所に対しては、エネルギー使用量によって、第一種エネルギー管理指定工場等と、第二種エネルギー管理指定工場等に指定されます。このうち、第一種エネルギー管理指定工場等は、年間の原油換算エネルギー使用量 3000kl 以上である工場等で、第二種エネルギー管理指定工場等は、年間の原油換算エネルギー使用量 3000kl 未満で 1500kl 以上である工場等です。なので、画像の事業者の場合、化学工場が第一種エネルギー管理指定工場等、事務所 A が第二種エネルギー管理指定工場等に指定されます。次に、管理指定工場等には、工場等の種類とエネルギー使用量により、エネルギー管理者とエネルギー管理員が選任されます。このうち、エネルギー管理者の選任に関して、製造業、工業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業については、第一種エネルギー管理指定工場等ごとに1から4名選任し、もっぱら事務所等を除きます。なお、選任数についてはエネルギー使用量により決まり、製造業の場合、3000kl 以上2万 kl 未満で1人、2万 kl 以上5万 kl 未満で2人、5万 kl 以上10万 kl 未満で3人、10万 kl 以上で4人となります。また、製造業以外においては、3000kl 以上10万 kl 未満で1人、10万 kl 以上で2人となります。次に、
エネルギー管理の選任に関して、上記以外の第1種エネルギー管理指定工場等及び第2種エネルギー管理指定工場等ごとに1人必要です。なので、画像の事業者の場合、化学工場にエネルギー管理者2人、事務所 A にエネルギー管理員1人、非選任が必要です。では、次のスライドに移ります。次に、電気分野、科目4の化学で扱う用語のうち、電池、電気分解で使う電極の呼び方であるアノード、カソード、正極、負極、陽極、陰極とは何かについて説明をします。では最初に、電池を使ってアノードとカソード及び正極と負極について説明をします。まず、電池は電子伝導体である電極とイオン伝導体である電解質から構成され、2つの電極を負荷を介して導線をつなぐことにより電子が流れます。なお、電流の向きは電子の流れと逆のため、左の電極の方が右の電極よりも高くなります。ここで電極の呼び方として、電位の高低差によるものがあり、電池の場合負極と正極があり、電位が低い方が負極、電位が高い方が正極と呼ばれます。そのため図の場合、右の電極が負極、左の電極が正極となります。また他の電極の呼び方として、酸化還元反応によるものがあり、その呼び方がアノードとカソードで、アノードは電子を渡す、つまり酸化反応を起こす電極、カソードは電子を受け取る、つまり還元反応を起こす電極です。そのため電池の場合は、右上の図の電子の流れから負極がアノード、正極がカソードに対応します。では次に、電気分解を使ってアノードとカソード及び陽極と陰極について説明をします。まず、電気分解の基本構成も電子と同じく2つの電極と電解質から構成され、この2つの電極に電池を接続し電子を流します。ここで電池の記号から右が正極、左が負極となるため、電極の電位は右の方が高くなります。なお、電極の呼び方として、電気分解の場合の電位の高低差によるものは陽極と陰極があり、電位が高い方が陽極、低い方が陰極と呼ばれます。そのため図の場合、右の電極が陽極、左の電極が陰極となります。また電子の流れから陽極がアノードに対応し、陰極がカソードに対応します。これらの分類の仕方により、電極がアノードの場合、その電極は負極または陽極であり、また電極がカソードの場合、その電極は正極または陰極となります。以上が電極の呼び方についての説明です。次に、電気分野科目3で扱う公式のうち、誘導器の滑りの公式と負荷率・受容率の定義式の暗記法を紹介します。はじめに、滑りの公式は、滑りは S、 動機速度を NS、 誘導器の回転速度を N と負と、 S イコール NS 分の NS マイナス N となり、定義式となっています。この公式の確認法としては、 N イコール0を代入することで、この時誘導器は止まっているので滑りは1となります。この方法において、例えば滑り S を N 分の NS マイナス N と誤って使おうとした場合、 N イコール0を代入すれば S が無限大となるためおかしいことがわかり、また滑り S を NS 分の N マイナス NS と誤って使おうとした場合、 N イコール0を代入すれば S がマイナス1となるためおかしいことがわかることから、滑りの公式を誤って使うことを防ぐことができます。次に、負荷率・受容率のうち、負荷率が最大需要電力分の平均需要電力 ×100 で、受容率が設備容量分の最大需要電力 ×100 で、この2つの式は定義式です。この2つの式の共通の要素は、最大需要電力でこれを利用して負荷率と需要率をこのように書き下します。このように覚えておけば、負荷率と需要率を
それぞれ別々に覚える必要がなくなります。ちなみに負荷率と需要率は一般的に100未満なので、一番小さい値を持つ平均需要電力が上に配置され、一番大きい値を持つ設備容量が下に配置されると考えると、さらに間違いにくくなります。以上、エネルギー管理士試験で知っておくべきことと必須の知識などを紹介しました。このチャンネルでは、電気主任技術者、電気工事士、電研の受験者の方など、電気関係の仕事に携わる方に有益な情報を発信しています。よかったら、チャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。